本多忠勝、意気困惑する徳川の精鋭たち、ここはどこなのか。あ、誰かいるみたいです。うん、戦の準備を。黙って見ていたところで状況はか。わかりました、早速。義軍だな。本隊にこのことを伝える。我らは義軍を食い止める。かかれ。先ほどとは違う軍勢のようだ。またもや敵とみなされてしまった。おそらく今のは先遣隊、じきに本隊が来るはず。ならば敵の大将に直接話を聞くとしましょう。彼らに話は通じないようです。もっと上の者と会わなければ。なんだ。されど今は先に進むことが肝要。平八これにあり。この俺が相手だ。来い。この武器おさしに。どうやら他の使い方もできそうです。見るしかない。この武器まだできることがありそうです。試してみますか。すごいです。もうその武器を使いこなしているんですね。者ども、突撃せよ。精を上げて攻めかかるのだ。さすがは義の先方、侮れませんね。私たちもすぐに出陣の準備を。義の先兵だな。思ったより少ない。油断はしない。
人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。義軍の迎撃に向かう途中、妙な霧に包まれたと思ったら彼らと遭遇しました。ですが、義の各乱部隊にしてはどうも様子が変です。あんな将はいたでしょうか。マイ、敵将、バカな、私が負けただと。ないわ。なんて凛とした美人じゃなくて、すみません、押しております。異能が槍にかけ、来たれ水流。天下無双の武、ここに極まれり。強いね。これ以上の無茶はしないわ。
あなたはこの軍の指揮を取っている方ですか？我らは敵ではない。即刻矛を収め、話を聞いてもらえるか。その言葉、信じるだろう。確かに義軍には見える。話を聞こう。私は孫厨房。葬儀が進行してきたとの報を受け。妙な霧、我らも同じだ。しかしそれに孫家、それは妙だ。異なる時代、場所の人間が。私たちは妙な事態に。だが話も聞かず戦いを仕掛けておいて。願ってもない申し出だ。陸白へ全力で戦い。孫厨房、この天下を新たなものと。帝昌炎、愛しき風景を。戦うことでしか守れないものがあるなら、この主義法こそが時代を照らす炎だ。偵察に出していた兵が戻った。なんと、一体だ。トータク、かつて我々の世界で欲望の。トータクは民を巻き込むのも気にせず。ならば同行させてもらいたい。ああ、忠勝が来てくれるならば心。どうも。は、先ほどの妙な武器。そうで、他にもいろいろな武器が手に入ったし。戦いはどんどん激しくなってきてますね。ああ、そうだな。今後に備えるためにも